リチャード・ブレードはアメリカの作家ジェフリー・ロードが執筆した SF ファンタジー小説の主人公及びこのキャラクターが登場するシリーズのタイトル名。007のパロディとも言えるこのリチャード・ブレードが登場するシリーズは1969年から1984年に至るまで全37巻発売されこのうち14巻が日本語に翻訳された異次元世界との交易で かつての栄光を取り戻そうとするイギリス政府は、レートン卿が開発したテレポート装置を使用し、ミロクの情報部員、リチャード・ブレードをその新たな任務につける。ブレードは、数々の苦難を乗り越え、任務を果たすが、次第に、テレポートの副作用に悩まされることになる。日本で発売されたもののみ印。すべて東京創業社から出版。 聖堂のオノザブロンズワックス翡翠の戦士ザジェード、ウォーリアーサーンの宝石ジュエルオブターン、サルマのドレイスレイブオブサーマ、ジェドの解放者リベレーターオブジェド迷宮の怪物モンスターオブザメイズパトモスの真珠パールオブパトモスネラールの海賊キングダムオブ、ロースアイスドラゴンアイスドラゴンフローフ氏の世界アンダイイングワールド夢の次元ディメンションオブドリームスオ金ゴンのウマザゴールデン、スティードへ予感の 川ホリカミ・ザテンプルズオブアイオコン。ありがとうございます。